はい、皆さんこんにちは。セキュリティのギターワンポイントです。今回は2回目なんですけれども、初回のレッスンがですね、ワンポイントレッスンと言いながら全然ワンポイントじゃなかったので、今回はですね、ぎゅっとコンパクトにまとめて、お伝えしたいなと思うんですけれども、とはいえすごく大事なことなので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。今日はですね、メトロノームの使い方ですね。で、僕が普段使っているメトロノームはこのスーパーメトロノームという iPhone のアプリになっています。じゃあですね、で、これはですね、メトロノームの機能も当然ありますし、ドラムマシンとしても使えます、ね、めちゃめちゃ便利なんですけれども、今日はですね、このメトロノームの使い方ということで、テンポ100の練習をするときにはじゃあどうしたらいいかというのをですね、ちょっと例にとってやってみたいと思うんですけれども、まあ当然この4拍をこのテンポ100に合わせて、やってても当然それはそれでいいんですけれども、より効果的な練習方法があります。これテンポをですね、50に落としてください。半分に落とすんですね。そうするとこういうゆっくりなテンポになるんですけれども、このクリック音を、2拍目と4拍目に感じるようにまずカウントから入ります。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、カウントができたらこれに合わせてギターを弾きます。まず四分音符です。1、2、3、4、1、2、3、コード動かします。1、2、3、4、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 1、2、3、4。はい、今ちょっとね、弾いたコードが Em9th と Dm9th、 ちょっとおしゃれなね、こういうジャズとかでよく使うようなコードですけれども、普通の C とかね、 G でも全然 OK です。で、四分音符で合わせることができたら、今度は八分音符にします。ね、また一からこうリズムを作ります。ワン、ツー、スリー、フォー。コード変わります。で、だんだん慣れてきたら、このクリックが鳴るところでちょっとアクセントをつけます。で、だんだん16ビートになります。はい、こんな感じですね。どうですかね、今動画に合わせてね、やったらもしかしたらできるかもしれませんけれども、初めて、この練習をする方はね、結構できないと思います。カッてなるところを1にしちゃったりとかね、よく、あることなんですけれども、で、ここまでができたら、はい、次もう1段階、強度をね、強めたいと思いますけれども、はい、もう一回いきますよ。ワン、ツー、スリー、フォー。コード変わります。これはさっきと同じですけども、コードが変わるときに、8分音符。リズムが食い込んでも、テンポが変わらないように。はい、いかがでしたでしょうかね。まあ初めてね、やる方はさっきも言いましたけれども、多分難しいんじゃないかなと思います。まあコードは Em9th と Dm9th、 ちょっとおしゃれコードでしたけれども、普段ご自身で練習している曲があれば、その曲を今の、まあ例えばテンポ100の練習するとして50ですね、これで練習してみてください。これだけで、自分でこうリズムをね、作るという、まあ、感覚が
どんどん上がっていきますので、ちょっとリズム感自分ないんだよなとか自信がない方はですね、ぜひこの練習続けてみてください。前回ご紹介したね、スケールありましたね。あれもテンポに合わせて練習したいなと思ったら、テンポ半分に落として、まあこのね50でいきますけれども、それに合わせて1,2,3,4 まあね、こんな感じに、練習してもらえればどんどん上達するはずなので、この練習方法ご存じない方はですね、ぜひ取り入れてもらえたら嬉しいです。はい、動画がためになった、面白かった、よかったよって方はですね、ぜひ、チャンネル登録やいいねよろしくお願いいたします。